炎症ルートは、日中戦争における大日本帝国と中華民国の蒋介石政権の対立の際、主にイギリス、アメリカ、ソ連が蒋介石政権を軍事援助するために用いた輸送路のことである。名前の由来は、蒋介石を援助するためのルート。中華民国の国民政府は、英米ソなどの援助を受けることで、劣勢ながらも徹底抗戦を続けたため、 日本は日中戦争勃発から第二次世界大戦の終戦までの長期間にわたり100万以上の兵力を満州国を含む中国大陸に張り付けておかねばならず国力は疲弊した。太平洋戦争の開戦は中華民国の原動力である援助物資の輸送路である炎症ルートの遮断もその目的の一つであったと見られている。現在の日本では単に 炎症ルートといった場合、後日のビルマルートを想定していることが多い。ビルマ航路の空撮画像山脈を超える、レド航路の空撮画像ビルマ航路、レド航路、反復航路のルート図炎症ルートの経路は、日中戦争の海戦から太平洋戦争の終戦まで途中、日本軍によって遮断されたり、独祖戦の海戦によって援助が滞ったものも、数えて4つある。 香港からのルートは当時イギリスが植民地支配していた香港に陸揚げされた物資を鉄道や玉井の水運を利用して中国大陸内陸部に運ぶ輸送路だが1938年10月に甲州が日本軍に占領されると遮断された普通インルートは当時フランスの植民地であったフランス領インドシナ西部のハイフォンに陸揚げされた 物資を昆明まで鉄道で輸送するものであったが、1940年にフランスがドイツに敗北し、ビシー政権が成立した後の同年に行われた日本軍の北部仏印進駐により遮断された。ソ連からのルートは他のルートと同じく重要なものであったが、1941年に独ソ戦が開始されると、ソ連軍はドイツとの戦いに多くの物資を振り分けたために、 中華民国を支援する余裕はなく、またこのルートを通じた援助を続けることで、同年に日ソ中立条約を結んだ日本を刺激することを恐れたため、物資の供給を取りやめた。ビルマルートは、新旧二つの陸路と一つの空路があり、当時イギリスが植民地支配していたビルマのラングーに陸揚げした物資をラシオまでイギリスが所有、運営していた鉄道で運び、 そこからトラックで、雲南省、昆明まで運ぶ、輸送路が最初の陸路で、日本軍が全ビル馬からイギリス軍を放逐し平定した1942年に遮断された後、イギリスとアメリカはインド東部からヒマラヤ山脈を越えての空路に切り替え支援を続けた。しかし、空輸には限りがある上に、空輸中の事故も多発したため、アメリカが中心となって、 新しいビルマルートの建設を急ぎ、イギリス領インド帝国のアッサム州レードから昆明まで、至る新自動車道路が北ビルマの日本軍の撤退後の1945年1月に開通する。ありがとうございます。